隅田佐渡散歩、まあ、波浦と一番有名な絵なんですけども、うん、あの多色刷りといって、うん、あの色板と線の重さというのを使って、おはようございます。今日はよろしくお願いします。ああどうも、佐渡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいました。隅田北斎美術館の竹村と申します。よろしくお願いします。そしてあの新日本フィルの、 あのオーケストラの、コントラバスの原田さんと、それから打楽器の越野さんです。よろしくお願いします。本日はあの常設展示室の方をご案内させていただきたいと思ってまして、はいはい、この美術館はあの北斎の専門の美術館でして、あの墨田区が作った美術館です。はい、であの前の通りを、あの美術館の前の通りがあの北斎通りと今名前がついているんですけども、はい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 、まあ、この北斎通りのどこかで北斎が生まれたというふうに言われてますので、うん、そういうような縁でもあのこちら区立の美術館として作られたものです。なるほど、はい、まず楽しみです。 ありがとうございます。常設展示室なんですけれども、あの北斎 の、 あの浮世絵というのが光にあの非常に弱くてすぐ退色してしまうので、ああの常設展示室はあの全てあの高精細のレプリカというもので展示しています。でこの部屋で、この部屋は隅田との北斎との関わりで、中は北斎の生涯が分かるような展示構成になっています。でまずこちらあの常設展示室のメインの展示なんですが、あの須佐之男命と薬人退治の図というあの絵馬をになります。でこれはですね、あの区内の牛島神社に飾られていたもので、うん、もし残ってたらあの北斎の最大級の大きさの作品と言われるものですが、実はですね、あの関東大震災の時にあの焼失してしまったものなんですね。でその焼失前の写真が白黒の写真だけ残っていまして、それをもとにその当時の写真の技術だったり、あとはその北斎さんが使ってた絵の具なんかを調査しまして、あの色の再現というものをしてみたものになります。絵の内容としては、その須佐之男命が悪い神様薬人たちを退治して、あのもう悪いことさせないよという反抗をさせているというものですね。あ、手形みたいなやつですね。はい、うーん、これが北斎86歳の時の作品ですね。それからあのこちらパネルなんかであの区内との関わりをご案内してるんですが、例えばあの描いた場所なんかで、あの区内の描いた場所なんかを描いてます。で忠臣蔵の討ち入りの場面なんかも描いてますね。今も具体的に、まあこの吉良邸以外になんか直接僕らが知ってる場所とかと、そうですね、両国橋、はい、あの当時からの巨大なまあ橋で有名でしたので、うそういうのも描いていますね。こちらあの両国の夕涼みの絵でして、あのこちら花火ですね、花火が上がっていると。なるほど。中の方をご案内いたします。はい、で部屋の中の方は北斎の、画像をたくさん描いてるんですけど、主な画像ごとに賞を挙げて展示してます。で最初はあの春老の時代ということで、実は北斎あの19歳の時に勝川春章という浮世絵師さんのもとにあの弟子入りして、20歳の時にデビューしています。でこちらがその現在デビュー作と言われているもので、四代目岩半四郎家宿という、まあ、歌舞伎役者を描いた作品です。でこの頃はまあ北斎、まあ、独自的な描き方ではなくて、あのお師匠さんの春章さんの絵をまあ非常に真似た絵をたくさん描いています。
で次がですね、総理というふうに名乗った時代なんですけども、総理というのが俵屋光達とか緒方光琳みたいな琳派といわれる棟梁が名乗る名前だったので、浮世絵とは離れたその全然違う分野の名前を突然名乗ります。でだからといってその、琳派の絵だけを描いてるわけではないんですけども、その北斎の独自的な画風で浮世絵なんかを描いています。でこれも原寸大なんですか。そうですね、はい、こちらは北斎続きもの珍しいんですけども、5枚の絵を1枚にし場面にして、吉原の遊郭の1階の裏側というんですか、ね、スタッフがいるような場面を描いたところです。うん、こういうものは当時その何なんですか、その作品として作ってた、これを誰かが買ってた。そうですね、いわゆる庶民のためのものでしたので、先ほど一番最初に紹介した役者絵なんかは、はい、多分今でいうアイドルとかのブロマイド的な、そういうものなもので、もっと今はなんか芸術というふうに見てしまいますけど、もっと身近なものだったとは思います。全て版画なんですか。直接描いたものもあるんですけども、これは版画です、ね。こういうのは枚数がたくさん作れたってことですね。そうですね。ちょっと版画でご説明しますと、はい、いわゆるこの辺そうですね、波裏と一番有名な絵なんですけども、多色刷りといって、色板と線の重版というのを使って何度も同じ紙に重ねていって色をつけるというものです。でそのずれないようにするっていう特徴が、ここに右下に鍵のような四角のところが彫ってあるのがあるんですが、これが剣刀って言われて、剣刀をつけるの語源になって、ここに紙を合わせることで紙がずれないというものです。分業制でやってらっしゃったんですか。そうなんです。江戸時代は絵を描く絵師と版木を彫る彫り師と、する摺師っていう、全部全く別の人がいて、さらにその上に出版社の版元という人が全体を統括していたというものですね。北斎は絵師。そうですね。この総理の時に描いてる絵で、神奈川沖本木の図というのがあります。これはいわゆる北斎で一番有名な波の絵かと思うんですが、それの約30年前に描かれた作品です。なのでちょっと今の皆さんがイメージする波とは違うイメージかと思うんですけど、でもそういうことにやっぱり興味があったということですね。波が立ち上がるところなんかはこの頃から考えられてたと思います。この後が一番有名な北斎というふうな名前を名乗る時期です。でこの頃の北斎がですね、こちらの方をご案内いたしますと、読本といういわゆる小説の挿絵をたくさん描いている時期なんですね。なので今までの版画よりも本の方なので、全国に流通したというのもあって、北斎の名前がだんだん全国に広がっていったというふうに言われるものです。イーツというふうな名前を名乗った時代なんですが、この時が一番有名な富嶽三十六景を描いた時代になります。何歳ぐらいなんですか。71歳から74歳ぐらいですね。この頃はその錦絵をたくさん描いてまして、富士山だけじゃなくて、例えば花鳥画といわれるボタンとか蝶だったり、あとはお化けの絵ですね、皿屋敷の絵だったり、皿屋敷の絵、ちょっと北斎のユーモアがあるんですけど、お菊さんなんですけども、分かりますかね。1枚、2枚、3枚と数えてるお菊さんですね。
首のところが、お皿になってます、ね、そうなんです、あのお皿で首を描くっていうような、まあ、北斎なり の, ああの描き方をしてるんですね。それからこちらはあの有名な富嶽三十六景になります。富嶽三十六景実は全部で46図ありまして、まあ、人気があったので追加で10図出されたというふうに言われています。で、まあ、一番有名なのはこの神奈川沖浪裏でして、はい、そのしなんていうんですかね、激しい波荒れ狂う波にも動じない富士山の姿を描いているなんとも言われているものですね、うん、でこの絵にあの影響を受けてドビュッシーはあの海を作曲されたということです。例えばこれ版画ということは、はい、今もその本物があってそれを印刷することは可能だということですか。版木が残っていればなんですけども、もうこれは残ってないですか。やっぱりほとんど残ってないです。ただあの先ほどもあそこに展示してありましたように復刻っていってあのまた作り直していることはたくさんあります。なので江戸時代のオリジナルの版木が残っているというのは少ないです。少ないんですか、はい、で富嶽三十六景の中でもあの区内を描いているものがありまして、例えばですねこれがあの本所立川という立川の通りを描いているものですね。当時あの材木問屋さんがたくさんあったというものですね。で最後はですねあの75歳から90歳ぐらいまでは画協老人万事というふうに名乗っています。名乗って、はい、でこの時代は今まで版画が多かったんですけれどもあの肉筆がいわゆる直接描いた絵画をたくさん描くわけです。それはあの肉筆画というのはほとんど注文を受けて描くものですので、その、まあ、人気がないと注文がないというものですので、あの北斎の人気がどんだけあったかということを、まあ、物語っているということになります。でこちらなんかを見るとかっこいいですね。これはあの朱垣章朱で描いた章輝様のなんですけども、まあ、その章輝様が厄除けの意味もありますし、その朱がですね当時の流行り病の疱瘡除けの意味もあって、まあ、そういう時に、まあ、端午の節句なんかで章輝様を飾るんでそういう時に飾られたものというふうに言われています。で晩年の北斎の肉筆画の特徴としてあの楽観あのサインの横に年齢を書き込んでいるのが特徴です。でこれなんか弱い87歳って書いてあるんですけども、70歳までに描いた絵は取るに足らないんだと、で75歳にして、まあ、だんだんちょっと分かってきて100歳を超えれば 1.1 画が生きているように描けるだろうというようなことを言ってるんですね、なので北斎そのどん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 あの絵の道を計算して、あの常に進化したと、そういうようなことを考えているというふうに言われて、でこちら最後の展示ですけれどもあのこの区内のここから歩いて10分ぐらいの時にある半の木稲荷の近くに住んでいた頃の様子を弟子があの残してましてそれをもとに再現した北斎のアトリエです。であちらにいるのは娘のお栄さんという、まあ、こっちのお栄さんも絵師としても有名な方ですね。微妙に動くんですね。そうなんです私たちもわからないタイミングで生々しいけど、はい、あの家の後ろがちょっと汚れてるというかゴミだらけなんですけども、はい、あの北斎93回引っ越しをしたと言われてますので、うん、あのまあ、一説にはあの掃除をする暇を惜しんで絵を描くためにあの汚れたら引っ越しをするなんてのも言われています、うんうん、すっごいリアルな顔。そうですねあのいくつかあの肖像画みたいなのがの自画像とかも残ってますので、あ、そうなんですか。それをまあ元にあの再現しています。
特徴的なのは福耳だったって言われてますね。以上になります。はい、ありがとうございました。